始まりました。あ、始まりました。始まりましたね。始まりました。こんにちは。改めて始まりました、はい、UMK アナウンサーが番組の裏側などもお届けする UMK アナ裏トークです。いや、 やっぱ皆さんが働いてる中で、ね、はい、話すのちょっとドキドキ、ね、なんか変な感じですけれども、緊張しますけれども、はい、今回の担当は私、はい、高須ゆきと永井ゆりのゆきゆりコンビです。はい、これ嫉妬してるんですかね。どうですかね、勝手に言ってますけど。2回目しかしてないですけど。そうですね、はい。まあ、高さんといえば、はい、4月にゆうどきに加わりまして、はい、それまで結構スポーツが長かったですよね。そうですね、うん、私入社1年目は実はゆうどきでお天気コーナーを担当していたんですが、うん、はい、2年目から5年間、うん、スポーツコーナーを担当しておりまして、うん、もうスポーツウェアを着て、はい、県の内外そして車内を走り回るという。そうですよね、はい、ポロシャツのイメージしかないです ね、 ね、そうですよね、はい、スカート履いていったらあれ今日なんかあるのって南田アナウンサーにいつも言われてました。そうですよね、はい、実際こうどうですか、夕時入ってみてギャップとか、なんかこう、ここが違うなっていう、うんうん、あ、そうですね、まずスタジオが報道スタジオから制作スタジオに変わったっていうのはやっぱ違いがあって、はい、広さが結構違うんですよ、ね、広さも違う、はい、全然違いますし、あとフリートークをする機会もやっぱり多いじゃないですか、夕時、はい、うん、あと夕時といったらね、やっぱりこう MC 陣がすごく皆さん個性的なのでそこに入っていくのドキドキしてましたけど、大丈夫かなと思いながら、はい、なんとか8月まで来てますね。美味しいものも早速、いやー、ね、美味しいものたくさん食べさせてもらえるんですよ、夕時って。なんかうるさいみたいな、大丈夫かな。結構なんかその後もペロッと食べてスタッフの分が残ってないっていう噂を。そうそう。まあそういうこともあって、はい、まあでもこれ何から始まったかって、やっぱ永井さんが一発目からあの大食いキャラですみたいな感じで売り込んでくれたおかげかな。そうですね、やっぱりあの嘘をつけないからキャラクターをね立てさせていただきまして、 ありがとうございます、はい、おかげで美味しい思いをしております、はい、もう私のポイントとしては、高須さんがこれまでそのポロシャツだったところから、うん、こうエレガントな、あのロケに行くときは大体私服なんですけど、はい、衣装も巷では噂ですよ。巷で、はい、本当にどれだけの人が応援してくれてるんでしょう。そこにもね注目していただきたいと、はい、嬉しいです。思います。そして、はい、もうベテランのコンビに囲まれて、うん、ですね、榎、はい、田さんと児玉さん、この前なんか裏、私たちの裏側をこう話されてたのでね、びっくりしました。私たちあの辺で見てたんですけどね、はい、あ、ちょっといらっしゃいますね。いらっしゃる、同じ位置にいらっしゃる。榎田さんからいきましょうか。そうですね、榎田さん、でもオンエアで皆さんが見てらっしゃるままですよね。結構そのままですよね、うんうん、なんかあのメリハリがやっぱり普段からあるというか、うんうん、これいいのかな、何何何、メリハリってあるっていいですよね。メリハリあるっていいこと、なんかシャキってしてる時と、うん、こうゆるってこう喋られる時と、確かに、ね、真似せないといけないなって思いますし、児玉さんは、うん、オンオフはちょっとありますよね。こう確かに児玉さんっていつもこうオンエアではうわっっていうイメージが多分皆さん強いと思うんですけど、実は、はい、で私お隣のデスクですけど、こうあみたいな時がある、ムーの時ありますよね。確かにあの私が同期入社した子も廊下で児玉さんにすれ違った時に、あのテレビの印象が強いからなんかおはようみたいな感じかと思ったら、意外にえーすみたいな感じで、あれ普通の方なんだ。普通って多分一番言われたくないかもしれない。あ、こっち見てる。営業妨害ですね。うん、なんか本当に結構普段から気さくに話してかけてくださるので、うんうん、榎田さんも児玉さんもやっぱりお二人のトークって言う時でもすごく面白いじゃないですか、うん、です普段から本当にウィットに飛んだ会話が飛び交ってて、 そこに入りたい、はい、そうなんですよ。ハガキもやっぱり榎田さん児玉さんの絡みが面白いって、うん、私たちも納得と思いながら そこにちょっとね、名前を書いてもらえるぐらい頑張らないといけないんですよ、はい、また今度から、うん、頑張っていきたいと思います。頑張りましょう、はいはい、お二人に憧れて学んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっち見てくれあ、怖いな。榎田さんならOKもらいました。よかったよかったよかった。そんな私たちがお送りする夕時ですが、はい、今週の内容がこちらです。はい、じゃじゃじゃん、8月まずは、はい、ね、高須ゆきのお一人サマー in USJ、はい、そうなんですよ。USJ 行ってきたんですね。行ってきました。お一人様企画第2弾でございます。一人でも楽しめるんですよ。本当ですか？なんかいっぱい写真を撮ってきてくれたということで、そうそうそうなんですよ。1枚目見てみましょうか。はい。はい、USJ はですね、私、はい、実はハリーポッター大好きで、魔法かかってますよね、写真に。魔法かかってますよね。はい、あのハリーポッターの格好をしてといいますか、もうホグワーツの生徒になった
気になってもなってしまってエントランスに入りました。ロングトークで、あ、ロングトークでしたね。いちいちロングトークでしたね。あれがどうこれがどうって言ってますけれども、そして2枚目は、はい、見てください。あ、これ高橋さん一人で食べました。あ、まあそうかな。そうすごいですね。そこまでは食べられないけど、はい、これあのハリーたちが学校で食べてるものをっていうイメージの、結構なんかダイナミックな、ダイナミックなグルメも楽しめるんですよ。そして、はい、夏といえばアトラクションですよね。そうそうそう、3枚目も見ていただきたい。見てください、今こうびしょ濡れになるパレードがあってるんですけど、すごく人気なんですよね。この人気の秘密も探ってきましたよ。あ、まあ、お盆で帰ってきてくれてるっていう宮崎の皆さんもいますから、そうですね、皆さんで見ていただきたいなと思います。はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、あとですね、私これ宮崎間フェリーで行ってきたんですよ。初めてフェリーに乗って宮崎から旅をしたんですけど、はい、あの実際どんな感じかなってっドキドキして、うんうん、あの一番良かったのが景色、空模様。宮崎離れるときは夕焼けがものすごく綺麗で、で、あの着いたときには朝焼けがすごく綺麗で、もう海の上だから360度、あ、違う、無理無理、180度、もう一人で、もう最高でした。本当にそこも注目してもらいたいです。そうですね、うんうん、まあ、パノラマだったんですね。素晴らしかったです、はい、ありがとうございます。ご注目ください。そして特集が、はい、都の城東高校の男子バレーボール部に密着、はい、今回創部3年目にしてインターハイ宮崎代表として初出場したということなんですよね。今ね、南部九州インターハイで宮崎も舞台になってますから。そうなんですよね、はい、地元での開催となりまして、うんうん、でそれを支えたのがキューバからの留学生ということで、はい、こちらもぜひご注目ください。はい、もう本当に身長が高くて、そうスパイクが強烈なんですよ。元キューバのアンダー18のキューバの代表だった選手が今実は宮崎にいて、そうなんです、盛り上がる、そんな彼がね、どんな結果したのか楽しみです、はい、ぜひご覧ください。私もね、取材してないのでスポーツ外れて、そうですね、気になります。そんな言う時は、はい、8月10日土曜日5時56分ひまわり中継もあります。ひまわり中継、はい、そして奥様方必見です、うん、かっこいいスペシャルゲストも登場しますので、イケメンが、イケメンですね、ご期待ください。何系のイケメンだろうか。それでは今週もお見逃しなく